ケータカシボ、テータカシボは、在日韓国人の評論家、政治活動家、翻訳家、日本統治家の形状に生まれる。1942年、ケーキ中学卒業。1945年、慶応義塾大学医学部予科、終了。1947年、都米。1950年、エモリー大学分離大卒業。朝鮮戦争勃発と同時に、当時の中米大使。 超務の勧めで、米国防総省職員となり、半門店での急戦会談にも参加。韓国政府技術顧問、会社役員就任。朝鮮戦争を米国の侵略と断じ、牧政紀など、韓国独裁政権を批判して、禁止化を支援した。1989年に、文益官とともに北朝鮮を訪問し、近日政と会談。 祖国平和統一委員会と共同で南北統一に関する声明を発表した。2021年2月16日、老衰のため、神奈川県横浜市内の自宅で死去。96歳没。打つ。ABCD、邸高志保から言葉んかハット ABC、在日評論家の邸高志保氏、死去89年に包丁、金日清氏と会談。共同通信社。 https://dis.kiji.is(734383964526182400)C=3K9546 <ron> コール兆7418億3946万24012021年2月16日閲覧。ありがとうございます。